そうか、てめえ。てめえはないんか。なんでてめえがここに。まさかあいつみたいに。あいつ、クソ、はっきりしねえ。あら、驚いた。この世界でなくした記憶を取り戻すなんてすごいじゃない。もっともまだ不完全みたいだけど、さすがは世界に選ばれなかった男なだけはあるわね。資格者ですらないくせに世界にしぶとく焦げついた燃えかす、無力なゴミのあがきってわけ。てめえこそ相変わらず言いたい放題だ。資格者だ、何の話だ。おい、あなたには関係のない話よ。彼女に選ばれなかったあなたにはね。だけど本当にすごいことだわ。そのしぶとさだけは称賛に値するわよねえ、ラグナ。だから何の話だっつってんだろ。でも残念ね。せっかく記憶の一部を取り戻したっていうのに私に見つかるなんて。私にとってあなたはいつだって邪魔者。昔そうだったように今だってそう。資格者でもないあなたにこの世界をうろうろされると迷惑なのよ。何よりあんたがいるという事実が私をイラつかせるの。何が言いたいかわかるわよね。知るかよ、わけがわからねえっつーの。だけど一つだけわかることもあるぜ。さすがにそれだけ殺気を向けられたらな。いいわ、それでこそ死神だったかしら。無抵抗の相手を一方的に消すなんてさすがの私も気が引けるもの。だから精一杯抗ってみなさい。その上で無力で無価値なその存在を私が燃やし尽くしてあげるわ。The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! なかなかね。ひざまずきなさい、ヘリオドール。おしつぶせ。退屈ね。さて、あら。押し潰せ。止めるぞ。くらえ。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1.うぜ。この野郎が。やるじゃん。やるじゃない。マラカント。やるじゃない。やるじゃない。デッドスパイク。やるじゃない。やるじゃない。お分からね。デッドスパイク。それやめろよ。ストリークバカ弱い。デッドスパイク。
か。さすがに限界といったところかしら。ちくしょうが、てめえの魔法は相変わらずとんでもねえな。生意気な顔ね。まだ戦えるって顔、ほんとムカつくわ。でもすごいじゃない、そこまでして抗おうとするなんて。視覚者でもないあなたがこの世界でここまで戦えるなんて、正直言って予想してなかったわ。デリウスの言っていた通り、まさか本当に青の男だとでも言うの。青の男、青、また青か。くそ、何なんだこりゃ。さっきからいろんなもんが流れ込んできやがる。レイチェル、ジン、シスト、サヤ、思い出してきたぞ。俺はサヤに獣の力を暴走させられて。そうだ、あいつは。サヤはどこだ。あれからどれだけ経った。くそ、早くあいつを見つけねえと。だいぶ混乱しているようね。これも鎌に近づいた影響かしら、それともこのフィールドに触発されて。どちらでもいいけれど。おい、あんたなら知ってんだろ。さや、冥王イザナミがどこにいるのかを。そんなこと知ってどうするの。まさかあなた程度にイザナミが倒せるだなんて思ってる。無駄な野心は抱えないことね。あなたにはどうあがいても無理よ。うるせえ。無理かどうかてめえに決められたかねえよ。それに俺はあいつを倒しに行くつもりはねえ。助けに行くんだ。もういちいちめんどくせえ。さや、ノエルも、ニューも、みんなまとめて助けてやる。俺は誰も殺さねえよ。そう、そうよね。あんたってそういうやつだったわ。どこまでも諦めが悪い。自分の分もわきまえないで。その諦めの悪さがどれだけの人を巻き込むかも考えないで。あの子も巻き込んだ。あなたのそういうところが憎らしくて憎らしくてたまらないわ。こういう男だと分かっていながら、あの子が笑ってあなたを許すこともね。てめえが俺をどう思おうが知るかよ。俺は俺が望むように動く。人の気なんざ考えてやる余裕はねえんだよ。望みねえ、助ける、それがあなたの夢なのね。なら、その夢を叶える方法を教えてあげるわ。あなたの夢を現実にしたいのなら、帝を、いえ、冥王イザナミを倒しなさい。それがあなたの夢を叶える唯一の方法よ。ふざけんな。俺は誰も殺さねえって言ってんだろ。ええ、そうね。助けたいんでしょ？それがあなたの夢。だからこそ倒すの。あなたのその願望を形にするために。なんだと？そいつはどういう。クソが、またこれかよ。バカ、この気は。てめえ、何かしてやがるな。しっかり覚えておくのよ、死ぬ前に。夢を叶えるために冥王イザナミを倒しなさい。世界が完全なる滅びを迎える前に。滅びだと。ラグナザ・ブラッドエッジ、私はね、あなたの手で冥王イザナミが殺されることを心より願うわ。
ナインメ、どうやらことを始めたか。エンブリオが動き出す。世も赴かねばなるまいな。来たるべき時のために。帝、いや、もう冥王イザナミと呼ぶべきか。忠告しておくが、その器はそろそろ限界だ。そうか、良き体であったが、そなたの作ったものにしては存外脆いな。このところ無茶を重ねられたのでな。高間ヶ原を使っての干渉、竹三日槌の召喚、エンブリオの起動、いかにその体、鞘が優秀な器でも限度がある。こうも並外れた術式を行使すれば消耗も激しくなるというものだ。替えの器は通常の器ならば、冥王が入った時点で2日も持たずに自戒する。それほどその器の存在は奇跡に近いということだ。そなたが奇跡を歌うか。これは貴重な体験をした。奇跡に相違ない。その器の雛形となったナンバー5は存在自体がイレギュラー中のイレギュラーだ。もう少し解析したいところだったが、十兵衛の手によって塵も残さず破壊されてしまったのでな。同じものを作るのは不可能だ。そなたにしても不可能なことがあるのだな。あいにくと私は神ではないのでな。ほう、それは初耳だ。しかし滑稽なことよ。斧が体として使っていたというのに、要はこの器のことをろくに知らぬ。我が体が一体何から生み出されたのかもな。素体の制作過程は一定ではない。その制作者によって異なる。材料、メス型も人の身を使用する場合もあれば、一から人工的に作る場合もある。例えば私の得意とする人型に魂を定着させる術法もその一つだ。他にもいくつかあるのだが、オス型、つまり素体の父親にあたる触媒は黒き獣だ。これは滑稽だな。ならば世も間接的には黒き獣の子ということになる。
子か。少々違うが、まあよい。制作過程は異なれど、メス型と黒き獣を掛け合わせ素体を作る。その体も例外ではない。素体群はその素体を元にした複製体で、主にバックアップか研究素材として利用している。となれば、あの者たちもか。ラグナザ・ブラッドエッジとジン・キサラギのことか。そうだな、確かにあれらはナンバーファイブの子供だな。ナンバーファイブか。イレギュラー中のイレギュラーなどと申しておったな。それはどういう意味だ。あれは私の制作物ではない。私の研究をもとに別の人間が作ったものだ。ほう、なるほど。ならばかえって合点がいく。そなたの作ったものにイレギュラーなどそうそう起こるものではないからな。意外性から想像されたものの方が神をもしのぐことがあることを、かつての友周一郎が私に教えてくれた。友とはそなたにしては珍しい物言いだな。自らの未熟さを自重しているだけだ。とはいえ、ナンバーファイブに関しては未知の部分が多すぎる。数十年前、いや、この時代から数えれば数百年以上前のことか。かつてそのイザナミの器となった少女と同じ器の形を持った少女がいた。無尽蔵に魔素を増幅し、人々の魂を食い漁り、斧が力を持て余す。少女はまさに化け物と呼ぶにふさわしかった。して、その化け物とやらはどうなったのだ。倒されたよ、彼女の実の兄によってな。いや、正確に言えば食われたという言い方が適切だろう。あの光景は今思い出しても美しいと感じるよ。ナンバーファイブはその化け物の複製体、いや実物と言ってもいいだろう。どのように制作したか実に興味深かったが、今となってはそれもかなわない。そう、向かうつもりか。悠長にもしていられまい。ナインが動き出したということは、資格者たちが世を倒さんとやってくる。世はかの地で、そのような哀れな資格者どもを迎えてやらねばならん。この器も、その時まで持てばよい。レリウス、そなたも資格者であるということ忘れるな。ふん、時間があれば参上しよう。私はそんなことよりも気にかかることがあるのでな。このエンブリオに青の男がいる理由、まずはそれを確認しに行くつもりだ。そなたもラグナザ・ブラッドエッジか。ああ。もしも青の男が新書である草原の書を覚醒させられるのなら、ぜひとも彼が冥王を倒すところを見てみたい。好きにしろ。では失礼する。相分かった。後にイカルガの地で会おうぞ。化け物は救われることのない夢を見続ける。ラグナザ・ブラッドエッジ兄様、もうすべてが
すべてが手遅れなのです。え？俺、なんで私、こんなとこにいるの？ここ、もしかしてイカルが？でもさっきまで、確かに私はカグ土にいたはずなのに。一体何がどうなってんの？あ、何？この記憶は、私の。今のは一体、まるで世界が歪んだような。ここは家具土じゃない。まさかイカルガか？どうして突然、なぜ僕はここがイカルガだってわかるんだ？でもここを知ってる、来たことがある。いつ、何のために？なんだこれ、あれは。でもそんなバカな。どういうことだこれは。夢を見てたのでなければ俺は家具土にいたはずだ。なぜ今さらイカルガに。今の、クソ、いくつもの記憶が頭の中でごちゃごちゃこんがらがってるみてえだ。一体どうなってる。さあ、世界の前は動き出した。今世界は切り開かれた。今の会話ナイン、ナイン・ザ・ファントム、六英雄ナインか。視覚者だとくだらん。どうやら今の声はナインたちが視覚者と呼ぶ人たち全員に届いているようですね。そしてその全員が僕と同じように自称干渉によってイカルガへ飛ばされたと。しかしこれは本当にただの自傷干渉なのか。人物や物事個々へ向けて仕掛けられた干渉ではない。今のは世界そのものに対する自傷干渉だ。ええ、通常では考えられない規模です。今の声と先ほどの自傷干渉、どちらからもはっきり感じました。これは虚像などではなく間違いなく彼女の力です。ならファントムとかいう輩が六英雄を情報をもとに構築されたものではなく大魔導士ナイン本人ということか。はい、間違いないと思います。ですがいくらナインでもこれほどの自傷干渉を引き起こすなんてできないはずです。だが実際に起きた。高間ヶ原システムがあれば利用することもできるだろうが、今はそれもない。ええ、本当にナインによる自傷干渉なのか。イザナミによるものならばまだ理解もできるが。私もそう思います。ですがこの魔力の気配は間違いなく。記憶や情報には影響がない。状況に対する自傷干渉、いや、むしろ閉じていた記憶や情報を開いたのか。
どちらにしても不可解だ。あれが本物のナインなら、なぜこんなに回りくどいことをする。おい、貴様に何か心当たりはないのか。同じ六英雄だろう。いえ、特には。そうか、申し訳ありません。ですが、何か胸騒ぎがします。憂いていても仕方がない。とにかくここでは何も状況がわからない。街中へ行くぞ。あの、ジンさん。何だ。ここの絵さんを探してはもらえないでしょうか。ここの絵だと。はい。先ほどの話と関係があるのか。それは分かりません。ならば断る。ですが、言っておくが、貴様との契約はルナとセナを助けるということだけだ。それ以外の指示を受けるつもりはない。僕の体に制限時間があると言ったのは貴様だろう。もちろん分かっています。でもこれはあなたの目的にも関わってくる可能性がありそうなのです。僕の目的だと。ラグナさんを倒すおつもりなのでしょう。それとここの絵とどんな関係がある。すみません、まだはっきりとは。あなたや私の目的を遂げるためにあってはならないものがないか確かめておきたいのです。そのあってはならないものが、この大規模な自称干渉にも何か関係があると考えているわけだな。はい、可能性を拭い切ることができないのです。ないなら、いえ、ないんだからこそそれが可能だと。くだらん、そんな確証のない話を信用できるものか。お願いします。今はどうか私を信じてください。貴様の勘とやらに付き合わされることになるとはな。ジンさん、ここがイカルガで、今がこれまでの事象をたどっているのなら、ここの絵はおそらくカグラのところにいるだろう。もちろんこれも確証のない話だがな。では私もあなたの勘を信じることにします。急ぐぞ。今の声、お姉ちゃん？